そうですね、やっぱりそのまだあんまり営業見慣れてないイカが多いシーズンなんで、割とこう後半の締めて、でなおかつこう、まあ、サイトフィッシングメインになってくるんで、やっぱり、まあ、子供さんとか女性の方とか、まあ、そういうビギナーの方とかはやっぱりぴったりでしょうね、今やるのが。あとにかくね、営業を追っかけてくるイカが見れるっていう、それだけでも十分楽しんちゃおうかなと思いますけどね。そんなんもあって今の時期に入り込んでいくのが一番いいとは思いますけどね。そうですね、まあやっぱり一番いいのはもう、まあイカ釣りならイカ釣りをやってはる人、周りにいてはったらもうとにかくその人に教えてもらう、うん、で一緒についていって、実際一緒に隣で釣りをするっていうのが一番いいですよね。まあ本とか例えばインターネットとかでこういろいろ釣り方とかそういうのを見るのもいいんですけど、やっぱりこう文章では伝わりきらない部分っていうのがあるんで、やっぱり実際やってはるのを現地で見て覚えるっていうのは一番ですね。でもし周りにそういう方がいらっしゃらないんであれば、やっぱり一番手軽なのは、まあ、釣り具屋さんで、まあ、そういう、ラインシステムやとか、例えば、まあ、どういう営業を選んだらいいのかとかっていうのをやっぱり聞いて、でとりあえず釣り場に足を運ぶっていうのが上達の一番の近道だとは思います。僕もやり始めたのはもう多分20年近く前なんですね。初めてエビでイカを釣ったのはその時はでもいなかったです。ただ周りでなんかエギでアオリイカっていうのが釣れるよっていうので、まあ、他の釣りの地合い待ちの時やってたぐらい で本格的にやるようになってからはやっぱりこうね、先輩方のやってる釣りを実際やっぱり横で見ながらで、いろんなこと、まあもちろん釣りに対する技術もそうですけど、例えばマナーやったりとか、まあ、そういう面もいろいろと見て覚えてきました、ね。